レディ・サヤドー、レディ・サヤドーは、ミャンマー出身のジョーザブ仏教僧侶、学者、指導者。なお、レディというのは、下述するように、彼が、かつて指導を行っていたレディ・ソインのことであり、サヤドーとは、ミャンマー仏教で、一般的に用いられる、長老を意味する尊称すなわち、レディ・サヤドーという名は、レディ・ソインの長老といった程度の意味の通称であり、 彼の聡明そのものはニャーナダジャである。欧米に普及したウバキン、五園化式のビパッサナー瞑想の祖として知られる。1846年、現在の門友は地区に生まれる。8歳から村の総院で仏教、パーリ語経典を学び始め、15歳で見習い像となる。18歳の時に、当時の教育に満足できずに一時減属するも、説得され、仏門に戻る。 20歳で正式に、ビクとなる。その後、当時のコンバウン王朝の首都であったマンガレーに移り、1882年に36歳で、モンユア地区に帰るまで、研究、教育を行う。モンユア地区に帰ってからも、僧侶の指導、教育を続ける傍ら、安発念とジュエの意識に立脚した、伝統的なビパッサナー瞑想の実践を始める。 1885年に、イギリスがマンダレーを陥落させ、ティボー王を追放。翌1886年に、英領インドへと併合すると、彼は、モ文優は北部のレディに移って、レディ総員を作り、そこで指導、教育を行うようになる。彼のレディサヤドという名はこの総員にちなむ。その後そこで10年以上指導を行うかたわら、研究成果の執筆も行われ、 1897年以降、数多くの著作が発表されていくことになる。在家のただの農夫でも理解できるものを書くことが彼のモットーであった。その後、レディソーインを拠点としながらも、ビルマ中を回って、パーリ聖典と瞑想の指導を行っていったことで、彼の名声は、ビルマ中にとくことになる。後に最も有名な在家ビパッサナー指導者となり、 バキンの師ともなる手地が彼の指導を受け始めたのもこの時期である。1911年にはその評判がインド総督府にも届き偉大な学者として称号を授与されたりラングン大学から博士号を授与されるなどした。また、1913年から1917年にかけてはロンドンに拠点を置くパーリ聖ー天教会との間でアビダンマにまつわる。 往復書簡が取り交わされ、機関紙に発表された。晩年は、照明環境が整っていない、悪環境下での読書、執筆活動の無理がたたって視力が低下し、73歳にして、盲目となる。その後は瞑想と瞑想指導に生涯を費やした。1923年、77歳で高い。ありがとうございます。